さて、My body keeps changing my mind という歌を取り上げます。これはカレン・カーペンターがソロで歌って、で、まあ、1980年に発表しようと思ったんだけども、まあ、反対されて、ボツになって、ほんで、16年間もずっと眠ってたんですね。で、カレン・カーペンターが亡くなってだいぶ経ってから、そしてこのソロのアルバムができた後、16年間も眠った後にやっと発表されたものなんですよね。でカロン・カーペンターはこの自分の作ったレコードがものすごく気に入ってて、やっぱりずっと、亡くなる直前にもね、プロデューサーであるフィル・ラモーンに対して、やっぱりあれは好きでたまらないとか言って、でしばらく経ってキャロリン・カーペンターは亡くなったんですけどね、まあ、それはともかくこの歌のタイトル My body keeps changing my mind、 直訳すると私の体は、何ちゅうたやの私の体は私の決心を変え続けているということですね。だからもうちょっとだけ柔らかく訳すと、そうですね、もうちょっとだけ柔らかく、もう思い切った訳をしないとちょっと日本語になりませんかね。ちょっといやらしい訳し方だけども、体がうずいて自分の決心がどんどん変わっていくというかね、体のうずきのために、せっかく決めたこと、心に決めてることがどん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 変わっている、体のうずきのために私の決心がどんどん揺らぎつつあるというか、そんな感じ。私はこうしなきゃいけないと思ってんだけども、あなたの魅力にね、そうこの歌詞の中で見てたらよくわかるんですけど、結局自分を抑えて、そんな女の私があんまり積極的に なっちゃ相手の男がしらけるしね、帰って逃げていくから良くない、だからあんまり女の私の方からあんまり積極的に迫ったらいけないんだけども、でもね、あなたの魅力に参ってしまって、もうちょっと参ってしまって、なんていうのかな、気が変わってしまいそうと、体がうずいて、私あなたがすぐ欲しいって言ってしまいそうだというようなことを言ってるんですよね。そういったこと、ちょっといやらしい訳し方ですけど、もうちょっと柔らかく訳したいんですけどね、もう一度うまくオブラートに隠して訳したいんですけど、それはともかくして、それでは言いたいことはそういうことです。ちょっといやらしい訳し方ですみませんけどね、それ以外にちょっとうまい日本語が思い浮かばないもんで、さて、You're driving me、 ところでこの歌はね、多分ディスコの曲だと思うんですけど、ディスコ風だと思うんですけども、歌詞もいいしね、綺麗な歌詞ですわ。ものすごく綺麗、メロディーも美しい、メロディー、曲のメロディーも美しいしね、でノリもいいしね、それから言葉も綺麗ですね。キャロリン・カーペンターの声の美しさがよく表れてて、ほんでこれ聞いてたらね、なんという、まあキャロリン・カーペンターはもともと可愛い人だと思ってましたけど、魅力のある、いろんな意味で魅力のある歌手だと思ってましたけど、まあ時々もうたまらなく可愛い人だと思える時ありますね。歌聞いてるとね、何曲かそういう歌がありますけども、ビーチウォッドなんとかっていう歌ありますけど、その歌を聴いてた時も、もうなんという可愛らしい人だと、これビーチウォッド34589だったかな、なんかこんな感じのタイトルの歌があるはずなんですね。ビーチウォッドなんとかかんとかっていうね、これ電話番号ですわ。でこれ電話番号の前につける住所ですわ。自分の住所、これ多分住所だと思うんですけどね、自分の住所と電話番号はこれだからね、だから
だから私にいつでも電話かけてくれて、デートで誘ってくれていいからっていうようなことをね、積極的に言って、相手の男にね、私を誘ってよ 私あなたが好きだからっていうようなことを心の中で思ってる女心の、を歌った歌なんですけどね。これを歌ってる時のキャラも実に可愛らしいなと思いましたけどね。1982年ぐらいの、亡くなる1年ぐらい前の歌なんですけどね。もうかなり痩せ細って体は弱ってるはずなのに、ものすごくね、可愛らしく、ものすごく元気に歌ってるんですけどね。この曲の時も良かったけども、この今の曲の時もものすごくかわい、あのこれあの何残念ながら映像はないけどね、歌だけですけども、声だけしか聞けませんけども、なんという可愛らしいという感じがしますね。You're driving me wild、あなたは私をもう無茶苦茶にしつつあるというか、これはなんか誰かをかきたてる、誰かをこういう状態へと駆り立てるという意味ですね。直訳するがね。だから、あなたは私を無茶苦茶な状態というかね、ハメを外した、ものすごくこう、なんちゅうのかな、荒れ狂うような、荒れ狂うような情熱を持った状態にさせつつある。だからもう、あなたはね、もう、なんちゅうのかな、私を、あなたは私を、なんちゅうのかな、むちゃくちゃな状態っていうかな、メロメロというかね、あなたの魅力にもう、ものすごくメロメロにしてる、しつつあるというような感じ。You're making me fall in love。 あなたはね、私を恋に陥らせようとしている。あなたのせいで私はもう恋に陥りつつある。 In love with you、 この in love をまた言い換えて in love with you baby と言ってますが、あなたのことをもう恋してしまいそうな状態なんだと、あなたの魅力のせいでということ、そんな感じね。で、I'm losing control、 私は管理というか制御、自分に対する制御ですよね。自分のことをしっかり普段だったら持っててね、あんまりこう狂わないように、なんか怒りに狂ったりね、泣きそうになったり、悲しい思いしたりしても、すぐに泣いたりしない、ね、怒ってもすぐカーッとなって相手を殴るようなことしない、そういう普段は自分をコントロールしてるわけですね。そのコントロールしてる状態、コントロールしてるのに、それが相手、あなたにしてもう今メロメロだから私、そのコントロールを失いつつある、だから我を忘れつつあるというかね、もうメロメロになりそう、私はもうメロメロになりそうという感じね。我を忘れつつあると。メロメロになりそうというかね。I don't want to let it go yet. Let go yet. I don't want to let go yet. Let go っていうのは離す。Let go of なんとかという言い方しますけども。レッドゴーだけでもよく使いますけどね、レッドゴー、離す。なんか持ってるものをパッと離す。相手の、相手の手を握ってて、で、離さないようにして一緒に走ってたんだけども、もし手を離したら相手は、もしかしたらね、なんか群衆の中に、紛れて、なんか、迷ってしまうとか、あるいはもし手を離したら相手が、海の下に、海の底に落ちてしまうとかね、なんかその危ない状況の時に相手を一生懸命手を握ってあげてる時に、レッドゴーっていうのは、
もう手その手をパッと離すとか、そんな感じね。で、let go of、例えば let go of your hand だったら、あなたの手を離すというような感じね。で、I don't want to let go yet、 まだそれを離したくない。何を離したくないかというと、コントロールを離したくない。ん？ちょっと待ってな。離したくない、まだ、そうですね、やっぱりコントロールを離したくないということでしょうね。そのコントロールを持ってる、すなわち自分を制御している、自分を管理している状態なんだと。そのせっかく管理している状態をまだ離したくない。だからまだまだ私は、なんていうの、我を忘れたくない、まだね、羽目を外したくないというか、まだまだ、なんていうかな、まだそんなにメロメロにはなりたくない、まだむちゃくちゃにはなりたくない。あなたの魅力に、いくら魅力にメロメロになりそうだからといって、まだちょっと、まだちょっと自分をしっかりと持っていたいと。直訳すると、まだ自分に対する、自分に対する制御、自分に対する自分に対する制御って言ったら固いな、うん、まあいいや、自分に対する制御の状態をまだ離したくないというような感じね。だからまだまだ自分をしっかり持っていたい、まだもう少し我慢していたいという意味ですよね、これね。で、 If you want me, until you want me、 あなたが私のことを欲しがるまではということ。あなたが私を、あなたの私を求めるまではね、あなたが私を求め始めるまではね、まだ自分は、私としてはもうちょっと自分はしっかり持っていたいね。まだあなたが私を求めてないんだから、まあ もしかしたら密かに私、あなたはすでに私を求めてるかもしれないけど、少なくとも表には表せてない、表情にはまだ表せてない。私をしっかりと欲しいって言うまでは、あるいは求めるまでは、私は自分の方からあなたが欲しいなんてことを言わないようにしたいというような感じね。で、次、 You're all that I need、あなたは私が必要とするすべてなんだと。だからあなたは、あなたしか私は、あの、必要じゃないんだ。私には、あなたしか必要じゃないんだ。他のものは、他の人は別に必要ない。あなただけが欲しいんだと。あなただけが必要なんだと。You are all that I want. あなただけが欲しいんだと。あの、私が欲しいのはあなただけ。And I sure love to love you. そして、きっとというか、うん、I'd sure love to、 I would sure love to ですよね。で、この love は like と言い換えてもいいから、 I would sure、 で、 sure っていうのは surely と同じで、 surely ね、 sure っていうのは surely と同じです。 certainly でもいいです。I would surely like と同じです。あの love はね、 I'd love to というのは I'd like to と同じね。だから分かりやすくいいっていうか、まあ何ていうかな、正式な英語に変えると、 I would surely、 I would certainly like to love you ということですよね。だから直訳すると、私はあなたを愛す、まあ、なんちゅうだよ、あなたは、あなた、私は、もちろんという感じかな。私はもちろん、あるいは私は本当にあなたを愛したいんだと。で、愛したいって言ったら、なんか変な感じだけど、この love はやっぱり make love to you でしょうね。I'd surely love to make love to you というですよね。あの、そうでないと、あなたを愛したいっていうのはなんとなくおかしい。あなたと make love したい。
もうすでにもう愛しちゃってるんですからね、愛し始めてるんですから、もうね。それからそういう時に愛したいというのはちょっと、愛したいと無理やり解釈してもいいかもしれないけども、やっぱりね、 I sure love to make love to you という意味じゃないかという気がしますね。で、私はもう間違いなく、もう私はもう間違いなく、あるいは、明らかに言うと、もちろんあなたと愛し合いたいんだというか、愛し合いたい、ということなんですよね。ベッドでね。で、I got to go slow。 あるいはもうちょっと柔らかく、もうちょっとオブラートにかぶせて、あなたと愛し合いたいぐらいにしておこうかな、うん、あなたと恋仲になりたいんだと、できればっていうか、この would like to が、 would love to ができればっていう感じなんです。できればね、できればあなたと恋仲になりたいんだと、もちろん、あるいは確かにというような感じで、 I got to I have got to すなわち I have got to と同じで、 I must に似たような意味ですね。 I got to、 あるいは I gotta とよく言いますけども、Go slow、 こうしなきゃというのね、私は、ゆっくりしなきゃ、ゆっくりやらなきゃ、これそのあんまり慌てない、慌てちゃいけないということを言いたいんですよね。I shouldn't be hurrying. I shouldn't、なんちゅうのかな。I shouldn't、be that fast. I gotta go slow. なんていうのかな。すぐにあなたに対してこう誘いをかけるようなことを言っちゃいけない。もう時間をかけなきゃいけない。というような意味でね、I gotta go slow って言ってるんですよね。時間をかけなきゃ。もう少し待たなきゃというようなことを言いたいんですよね。で、keep it under control now。今はね、今はそれ、すなわち私の desire。keep my desire という感じかな。keep my emotions というかね、私の感情とか、私の desire を、管理した状態に置かなければならない。このキープはもちろん I got to にかかってますけども、私は自分のもう、あなたともう恋仲になりたいとか、はっきり言ってものね、今夜はあなたと愛し合いたいという、そういうような欲求を今は抑えとかなきゃいけないということですね。で、Till you want me、 あなたが私のことを欲しがるまでは、あなたが私を求めるまではということね。さてと、次、But my body keeps changing my mind。 でもね、私の体、直訳すると、私の体は私の決心というか、私の気を変え続けてるんだと。すなわち言い換えると、もうちょっと分かりやすく言い換えると、私の体が感じてるその感覚のせいでね、私の気はコロコロ変わってるんだと。で、もうちょっといやらしい訳し方だけども、さっき言ったように私の体がうずいてね、あなたを求めて私の体がうずくから、そのせいで私の気がどんどんコロコロ変わってるって。だからせっかく一生懸命ね抑えてるんですよ。まあおそらくこれ、女が男に対して持ってる感情を歌ったものと一応解釈しておくと、私は女だから、私の方からあんまり誘いかけたり、男がしらける、だから抑えなきゃ、だから今は抑えてて、あなたがはっきりと私を求めてくるまでは、私の方からあんまりね積極的になってあなたをしらけさせるのもなんだ、だから今は抑えなきゃ抑えてね、いきなりね、私を私の部屋まで何送ってきてよとか言って、で送らせて、そして私の部屋に入らない、どうなんで、そのこと言わないようにしなきゃいけないね。
でもね、私の体がちょっとうずいて、あなたを求めて仕方ない、あなたってからもう好きで好きでたまらない、もうメロメロになりそうだから、ね、その私の体のうずきのせいで私の、ね、せっかくこう今は抑えておかなきゃいけない、あなたに対してあんまり積極的にならないようにちょっと抑えておかなきゃいけないという決心してても、その決心がずっと揺らぎ続けてるんだと。で、keeps changing my heart、 これの続きですよね。 keeps changing my heart、 同じことを言ってますね。心がどんどんコロコロ変わりつつあるんだと。で、When we are dancing、 これにかかってるんですよね。 When、 そうだよ、この When we are dancing はどっちにかかってるかな。 My body says we love you tonight、 どっちにかかってると言ってもいいですかね。 When we are dancing はこの前にかかってると言ってもいいし、後ろにかかってると言ってもいいし、どっちにかかってると考えてもいいですね。私たちがこの二人でダンスしてるときはね、こう私の体のうずきのせいで気がコロコロ変わってて、そしてこうなんだと、私の体がね言ってるんだと、あなたと今夜愛し合うんだ、愛し合いなさいというふうに私の体が言ってるんだと。これちょっとこれ実はもともとは命令文だと考えられます。だからこれはね、どういうことを言ってるかというと、あっとこういうふうに言ってるはずです。My body says love you tonight というのは、実は My body says, comma, quotation mark, love him tonight, period, quotation mark と言ってるはずです。ね、間接話法、じゃあ直接話法で言うとこんな感じ。私の体が言っている、私に対してね、彼を今晩愛せ、すなわち今晩 彼と愛し合えっていうかね、はっきり言って Make love to him tonight ということですよね。というふうに私に対して、私の体が命令しているんだということですよ。それをこういうふうに、まるで間接話法のように見えるけども、完全な間接話法にはなっていない。こういうのはね、自由話法っていうのか何か知らんけども、間接話法と直接話法との合いの子みたいなね、中途半端な話法って言ったら、いや、ね、中間的な話法ね、そういうようなものについては文法書にも書いてあるけども、ちょっとね、崩れたと言ってもいいのかな、こういうような言い方って時々あるんですよね。小説なんか読んでたら出てきますわ。で、ともかくこの him を言うように書いてるんですよ、ね、で、これはこの you はあなたに対して呼びかけてるような書き方してるから、これ全体がね、この歌詞全体が、だから言うになってますけども、もしこのあなたを無視すれば Love him tonight ということですよね。そのヒムがここでは言うになってるわけです。でも本当は My body says to がついて To love you tonight となるでしょうけどね、普通だったら。あるいは My body tells meTo love you tonight となるでしょうね。関節の方の正しいっていうか、もう普通の言い方にすればね。学校英語文法的に言えばね。というわけですよ。私の体がね、言ってるんだと。今夜あなたと愛し合えって言ってくるんだよ。言ってくるんだ。で、to drive me out of my mind。これはね、to drive の to はここにかかってるんですよね。だからこっから文が始まって、これがここまで。だから、実は最後までか。おそらく最後まで、この1行、2行、3行、この3行が一つのセンテンスになっていると考えられますね。すなわち、私たちが2人で踊っている時には、私を、狂わせるために、
この drive me は drive myself でしょうね、おそらくね。普通だったらっていうか、学校英語、英語文法的にはね。学校英語文法的に言えばね、to drive myself out of my mind ですね。だから、私自身を狂わせるために、むちゃくちゃにはちゃめちゃになるために、要は、彼と今夜ね、部屋の中で愛し合えば、まあ、当然、彼に夢中の私としては、夢中になって、メロメロになって、まあ、むちゃくちゃになりますよね。むちゃくちゃって、ワイルドになるというかね、もうメロメロ、ごちゃごちゃ、もう私をめちゃめちゃにしてちょうだいというような、そんな気分になると、そういうふうにね、まあ、むちゃ、まあ、drive myself crazy と言えばいいんですけどね、out of my mind は crazy と言い換えてもいいですけどね、そういうふうに、はちゃめちゃ、むちゃくちゃに、メロメロに、自分がなるために、あなたと今夜愛し合えというふうに私の体は私に言ってくるんだということですよ。だからもしね、こっからここまでを全部間接話法じゃないわ、直接話法にするしろと言われたら、これね、これがもうちょっと続くんですよね。すなわちこれをこう書いて To drive yourself なんとか、もしね、この産業を全部、これなんとなく間接話法っぽくなってるけども、全部直接話法に直したら、ね、こうなると、 My body says comma quotation markLove him tonight. で、まだ続くんですよ。To drive yourself out of your mind. これね。My mind じゃなくて。To drive yourself out of your mind when この後はまた when you are dancing でしょうね。もし全部学校英文法的に、直接方法に変えるとしたら、My body says, comma, ね、quotation mark, love him tonight. ほんで、まだ続いて、To drive yourself out of your mind when you are dancing. この場合の you は、これ複数形の you ですよ。複数の you ですよ。で、こっちは一人の you ですよ。ね。ということですよ。で、ところでね、drive me の代わりに myself になるはずだって言ったのは、これはどういうことかというと、myself っていうのが、なんていうのかな、学校英語文法的というか、正規の standard English では myself なんですよ。普通はね。それが、myself のとあるべきところを、普通ならばっていうか、正規の英語、standard English では myself となるべきところを、よく口語で、colloquial English ではね、myself の代わりに me になることはよくあるんですよね。yourself の代わりに you になったりね、よくあるんですよ、そういうことは。話し言葉、映画とかね、映画の中のセリフ、ドラマの中のセリフ、それからそれのシナリオ、あるいは小説の中の会話文の中の文体、そういうのを見てると、確かにこれこの通りだということがわかります。さて次いきますね。結構あれですね、正規の文法から少し離れて口語的な言い方がたくさん出てくるから、まあ細かく見れば難しいところもちょこちょこありますね。あんまりその口語に慣れてない人から見ればちょっと難しいかもしれませんね。少しですよ。Well, I know it wouldn't be right. ごめんなさい、ちょっと待ってね。3、4ですよね。Well, I know it wouldn't be right to say take me home tonight. で、period でしょうね、これで。period がつくと。これで一つの文が終わると。ね、well, I know it wouldn't be right.
正しいことではない、適切なことではない、良くないと。To say こういうことを言うことは良くないことだと。To take me home。To say take me home tonight、言い換えると To tell you to take me home tonight と同じことですけどね。でちょっと崩れてるんですよ、これね。口語的なんですよ、こういう言い方するのはね。で、私をね、私を今夜、家に連れて帰ってくれっていうふうに、連れて帰ってちょうだいっていうふうにあなたに言うのはね、言うのはっていうか、もし言ったら、あまり良くないだろうっていうことですよね。これは、なんで wouldn't って言ってるかというと、もし仮にそんなことを言ったらということですね。仮定法ですよね。もし仮にそんなことを言ったら、あまり良くないだろうな、ということで、仮定法過去になってるわけですね。right というのは appropriate ということですよね。で、but when we get to dancing, when I see you dancing, when it comes to dancing, my body keeps changing my mind. さて、これはどういうふうになってるかというと、when we get to dancing, まず when なんとか、で、言い換えると when なんとか、またこれを言い換えると when なんとかかんとか、で、コンマ、で、そんな時にはこれがこうなるというように言ってるんですよね。すなわち、その when が3つもあるんです。同じようなことですけどね。私たち2人がね、get dancing というのは start dancing ということで、2人で、ダンスを始めた時には、始める時には、で、言い換えると、私があなたの、あなたがダンスしているのを 見るときには、そしてまた言い換えると、私、ダンス、when it comes to, when it comes to 動詞、または動名詞の場合は、これこれに関してはというような意味ですけどね。だから、ダンスに関してはということですけども、ダンスだから結局はダンスしてるときにはとかいうような意味になるんですけどね。こういうようなときには私の体が私の気を私の決心をどんどんコロコロ変えてしまい変え続けるのだと。だからこれこれ一緒にね踊り始め、そしてあなたのダンスしてるのを見て、そしてダンスしてるとき一緒にダンスしてるときにはね、私の体のうずきのせいで、私のせっかくの決心がね、コロコロ変わっちゃうのよ、ということを言ってるんですよね。さてと、4が終わって、次5ですね。5。Yes, it's you in my heart. It's you on my mind. ね。これでね、my を my heart と言わずに my heart。my mind を my と言わずに my mind。my を ma っていう上に言ってますね。カレン・カーペンターの歌い方を聞いてるとね。こういうようなことは、もう僕何回もこのシリーズで言ってますが、my っていうのを my とはっきり発音したら、なんていうのかな、音符がちょっと足りなくて、時間が足りないから、my って言ってられないときには、my heart、my mind という上に歌手はわざと言ってますね。音符が足りなくて早く言わないといけないときはね。で、結構ね、歌手によっては かなり長く時間あるときでも、まいと言わずに、まで終わってしまっているときがよくあります。これはまあ、一種の方言として、すでに、ちゃんとあるんですけどね。まって言ったり、みって言ったりね。例えばの話、アイリッシュ・イングリッシュね。アイルランド人のアイルランド育ちのアイルランド人の発音聞いてるとね、例えば my mind を my mind と言ったりね、 myself を myself と言ったりしてますね。それはもう方言としてちゃんと厳然と存在するんです、そういう発音はね。で、その方言にも似てるけども、これは一応はちょっと崩れた英語というか、スタンダードイングリッシュではない、また別の英語としてね、一応本来存在するもので、それを使ってるわけですね、歌の時には特別に。
あのいつもじゃないですよ、時間が十分にあるときにはマイとはっきり言う。少なくともキャラン・カーペンターがね、時間が時空あるときにはマイとはっきり発音して、時間があまりないときにはマと言ってるんですよね。でここではマと言ってますね。で It's you in my heart、 It's you on my mind ね、あなたが It's you、 待てよ、 It's you in my heart、 これはおそらくは It's you who are in my heart でしょうね。そう、スタンダードイングリッシュではそれを短く綴めた言い方でしょう、おそらくね。It's you who is who are in my heart という意味だと一応解釈しておきます。あなたの私の心の中にあるのはね、あなたなんだと。で、It's you who are on my mind。私が頭の中で考えているのはね、私の念頭にあるのはあなたなんだと。で、And you just can't help it。で、私があなたのことを、あなたのことを考えて、あなたに夢中だということに関しては、その it はね、it っていうのはこれですよ。私があなたに夢中であるということを、アボイドすることはできないというか、それを、何て言ったらいいかな。否定することはできないって言ったらおかしいな。それを、何ちょっとやら、それを抑えることはできない。help っていうのはそんな意味ですね。助けるというよりはね、それをやめさせることはできない。ストップに近いですね。だから、私はあなたに夢中だということをストップさせることはあなたには絶対にできないんだ。どうしてもできないんだと。just can't、just not っていうのは、どうしても何々ではないというような感じね。You just can't って言ったら、あなたはどうしても絶対にそれをストップさせることはできないんだと。私があなたに夢中だというような状況をね、あなたはそれをどうしようもないんだと。あなたとしてはどうしようもないんだと。あなたが一生懸命、あなたは魅力がありすぎるからね。私があなたに夢中になるのを、これはどうしようもない。あなたが一生懸命ね、魅力がないふりをしてもね、あなたがむちゃくちゃ私に対して思い切り罵ったとしてもね、私をしらけさせようと思って、一生懸命、画策しても、やっぱりあなたの魅力に、やっぱり私は参ってしまうだろうと。だからあなたとしてはどうしようもないのよと。で、I should give it some time。私はね、それっていうのは今のこの状況、私のあなたに対する気持ちというか、そうでしょうね。それに対して私のあなたに対する気持ちに対していくらか時間を与えるべきだと。だからちょっと時間を置いた方がいいとね、ということですね。すなわち流行る気持ち、すなわちあなたを求めてもうどうしようもない、もうメロメロもうすぐにあなたと愛し合いたくてたまらない。でもそのね、気持ちをちょっと抑えて、ちょっと時間を置いた方がいいというような意味。いくらか時間を与えた方がいい、いくらか待った方がいい、ちょっと時間を置いた方がいい。 and wait、 そしてね、 wait for the right sign ね、 I should wait for the right sign ですね。 the right signThe appropriate sign と言い換えてもいいでしょうね。その信号というか、合図、あるいは兆候ね。印、兆候。しかるべき兆候を待った方がいいんだと。兆候が現れるのを待った方がいい。どんな兆候かというと、That you want me。あなたが私を求めているんだということを示すようなしかるべき兆候が現れるのを待った方がいいんだと。しばらく待ってね、しばらくこれは待ってね、ちょっと時間を置いて、あなたが私を求めてるわ、確かにあなたは私を求めてるわこの人、というふうな兆候が現れるまで待った方がいいということですね。動画終わりまして、次、ちょっと待ってね、よいしょ。
そのタイム、バイトタイム、5番が終わって、次は6番。6番。で、さっきの、これ今は6番ですけど、まあ、3と4がここで繰り返されるんです。その後、and we fly together across the floor。そして私はね、私たち2人はね、fly together、一緒に飛ぶんだと。across the floor。ダンスホールというか、まあ、クラブみたいなところ、あるいは昔だったらディスコという、ディスコテックというね、ディスコを踊る場所、まあ、現代のクラブみたいなもんですよ、いわゆるクラブね。その日本語ではクラブと言われますが、いわゆるクラブ、すなわち夜暗いところで男女が踊る場所ですよ。ね、お金払って お酒飲みながら踊る場所、そのクラブ、あるいは昔のディスコみたいなとこ、ね、その踊るためのフロアを横切って、あるいはこれ横切ってとは限らないな、そのフロア全体をと。このアクロスというのはね、例えばなし、そうですね、例えばアメリカがこうあるとするでしょ、ね、で Across the United States というのは必ずしもこういうふうにアメリカを横切る、あるいはアメリカをこういうふうに横切るだけとは限らないんですよね。もう Across the United States ってアメリカ全土にわたってこうやってあっちこっちに行ってこうね、そういう感じ。日本 Across Japan って言った場合もね、この日本小屋にわっと横切る、わっと横切るだけなんじゃなくて、この日本列島をくまなくあちこちね、あちこちぐーっという感じ、日本全土をっていうような時に across Japan、 across America とかね、こう その国とか across Europe って言ったら必ずしもヨーロッパを横切るだけでおしまいじゃなくて、くまなくね、あちこちヨーロッパ全土を渡るという場合ね、We traveled across Europe。 そういう場合が多いみたいですね。だからこれもね、これただ単に、フロアを横切ってるだけじゃなくて、フロア全体をあっちこっち踊りまくってるはずなんですよね。だからそういうふうに訳した方がいいでしょうね。フロア全体をあっちこっち、私たちは一緒にね、飛ぶんだと。飛ぶって言ってもね、まるで飛ぶがごとく踊りまくるということでしょうね。そのフロア全体はね、一緒に飛ぶがごとくビュンビュン踊りまくる。待ってくださいよ。 wait for、 ちょっと待ってね。うん、それでいいか。それです、いいですね。そして My heart's crying out for more、私の心がね、何々している。crying している。cry っていうのは、うえーって泣く。声を上げて泣く。うえーって泣くという意味もあるし、say something in a loud voice という意味。大きな声で何かを言う。叫ぶ。ね、叫ぶというかね、私の心がね、叫んでいるんだと。外に向かって。外に向かってというか、アウトでもって、まあ、実際こう大きな声を出しているような雰囲気が余計に現れるわけですね。大きな声で叫ぶ。 for 何かを求めて、それは何かを求めて大きな声で叫ぶというのが元々の意味ですね。 cry out for more というのはね、だからこの場合は more を求めるんだから、もっともっと欲しいというふうに、もっとたくさんのものを求めて、外に向かって大声で叫んでいるんだと、私の心はっていうのが直訳で、cry out for more っていうのはもうちょっとね、意味が少しずつずれてきて、結局私の心はね、もうすぐにでもね、もっと欲しいと、もっとたくさんのものをもうすぐにでも求めてるんだと、私の心が。そんな感じね。すぐに、もう切羽詰まってて、すぐに欲しいと思っている。
欲しがっているという感じね。モアナっていうのはただ単に踊るだけじゃ物足りないと、もっとその先が欲しいという。それはあのね、家に帰って部屋の中でもっとたくさんのことがしたいわけですよということですね。もちろんね、あのひょっとしたらそうじゃなくてモアというのはもっともっと踊りたいという意味かもしれませんよ。For more dancing に過ぎないかもしれません。そういうふうに考えておとなしく解釈することもできますね。何だっけ、あ、そうそうそう、 cry out for more という言い方ね。さっき言った cry out for more という言い方、これをちょっとね、あの辞書を引いて、あの意味を、ちょっと確かめときますね。 cry out for 名詞、さっきも言ったように何かを求めて外に向かって大声で叫ぶというのは本来だね。だからそこから何々を哀願する、何々をどうしようもなくもう切羽詰まってすぐにでも欲しがるというような感じになるんですよね。でその訳し方としてはいろんな訳し方できますけども、本来の意味はそんな感じだと思っていいと思いますよ。で、cry out とは、 cry out だけを見るとto speak in a loud voice、 大声で叫ぶというような感じね、 cry out で、 to say something、 何かを loudly、 大きな声で、あるいは、遠くからおーいってなんか叫ぶことね、そういう意味ですよこれね、 cry out というのはね。で、だから例えばないし、 she cried for help ね、彼女は助けを求めて外に向かって大声で叫んだ、だから彼女は大声で助けを呼んだというような感じね。 She cried out for help というふうに使えるわけですね。これが一つの使い方であるわけです。そしてもうちょっとね、今回はもうちょっとだけ踏み込んで、こんなね、また別の辞書にはこんな、さっきの辞書はね、さっきのこれはどの辞書に書いてあったかというと、いつものこれです。いつものこの辞書にね、 Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary、 これに載ってました。そしてもう一つね、今から紹介するのはまた別の辞書、それ後で言いますけどね、 Be crying out for 何年、これは この辞書にはね、この辞書ってこの辞書です、この辞書に今からいうことが載ってるんですけどね、Short or Oxford English Dictionary、 これ2冊になってて4000ページある、重たい、かなり重たい辞書ですよこれね、4000ページで、この辞書がね、この辞書には、この Cry out for のさっきのような、単なんていうのかな、これね、単純現在形とか単純過去形じゃなくて、be going to の形ね。あ、ごめんなさい。be なんとか ing の形。すなわち、進行形の形が載ってるんですよね。be crying out for 何々。こういうように進行形にした場合に、こんな意味になるというふうに、さっきの4000ページの2冊の辞書には載ってるんです。で、これには、こういうように進行形にした場合は、be asking urgently for、Be in urgent need of なんとかという意味なんだって書いてあります。すなわちね、こういうふうに、あの、進行形にしてこれを使った場合には、もうすぐにでも何かを欲しがっている。すぐにでもそれを必要としている。そんなような意味なんですよね。となるんです。だから、この今回の、この歌詞ではね、進行形になってるでしょ。だから、これがぴったりなんじゃないかなと思うんです。な、どういう意味なのかというと、私の心がもっとたくさんのものをもうすぐにでも欲しがっている。すぐにでも必要としているんだと。そんな意味ですね。そういうように解釈すれば一番ぴったりきますよね。で、because ですよね。I just can't resist you.なんでかっていうと、私は、just can't, just not っていうのは、もうどうしても何々ではないというような感じね。
だから I just can't というとどうしてもできない。私はどうしてもあなたを、なんていうのかな、抗いきれない。あなたの魅力に、大体 I can't resist you という場合は、もうこの人の魅力がすごくてね、その魅力に抗えないというのは、そんな意味になることが多いですけど、ね、I can't resist you. You are irresistible と言いますね。You are irresistible。あなたはもう本当に抗いきれないような、もう抵抗しきれないようなすごい魅力があってね。で、その魅力に抵抗しようとしても無理だと。もう引きつけられてしまうというようなね。You are irresistible ってよく言いますね。で、これは I can't resist you も同じように。あなたの魅力がすごいからね。その魅力に抗いきれない。もう全然、もう到底、抗いきれない。どうしても抗いきれないからなんだと。だから、もっと欲しいっていうふうに私の心が言ってるんだと。だからすぐにでもね、今日、家に連れて帰って、という場に言うということは、私と愛し合いましょうということを言ってるのと同じことになるわけですね。まあ、ね。もうあなたが欲しくてたまらないと。そういうような歌です。だから、あまりにも直接的で、いくらオブラートでかぶせた、ちょっと、そんなにまでエクスプレセットな、ね、もうそのままズバリというような、そんな、なんていうのかな、セクシュアルな、もろにそれを表現するような言葉を使ってない、ちょっとオブラートにかぶせた、少し上品な言葉を使ってるとはいえね、それでもね、以前のカレン・カーペンターの歌ってた、リチャード・カーペンターが中心になってプロデュースしていた歌に比べるとね、相当に直接的ですね。だから、まあ、こういうような歌ばっかりをね、10曲も20曲も作って、そのうちの10曲を、レコードに収めて発表したいって言った時に、A&M レコードのね、人たちとか、それからリチャード・カーペンターたちが反対して、で、結局は16年間も眠ってしまったんですよね。というわけでした。それでは、今回は、これで終わりたいと思います。